ゆっくりこんにちは、ゆっくりこんばんは。今日はどうしたのよ。どうしたの、じゃないよ。今回はダークナイトの覚醒していくよ。リト様の覚醒したばっかじゃない。私いっぱいサブがいるから忙しいのよ。それで今回はダークナイトの覚醒をしていくわけね。そうだよ、覚醒するとダークネスになるよ。操作レスと似てるね。それはレスだけが似ているんだろ。全く違う覚醒色になるからな。なんか変わるの？武器も見た目もあんまり変わらないよ。綺麗なお姉さんのままだよ。ちょっと S っぽい感じのお姉さんよね。マリサはちょうど M だから、お相手してもらったら。いつから私は無見えなったんだよ。ダークナイトは人気のキャラだね。まず見た目のかっこよさで選ぶ人が多いみたい。武器の見た目もあまり変わらないし、アクションもあまり変わらない感じかな。ただ覚醒色に共通してスキルのダメージは大幅に上がるよ。PVP はどうよ？正直微妙らしいね。クロート向けのキャラクターらしいわ。狩りもまあまあと人気の割に性能は普通のようね。でも私ダークネス好きよ。まずは見た目が綺麗だもん。あとは技がかっこいいのがおすすめポイントね。実は私もそうなのよ。だから他のサブキャラクターより育成をちゃんとやっていたりもしたよ。見た目だけなら一番好きなのはダークナイトだったよ。それではダークナイトについて話をしていくよ。長く美しい太刀と自然の力を消滅させて繰り出す魔法を操るキャラクター。特有の鋭い動きを駆使しながら太刀で強力な攻撃を繰り出す。さらに攻撃の合間に遠距離から魔法を放ち、相手の隙を生み出すこともできる。カーマスリブの意思を継承しているが、力の利用方法が異なるレンジャーと共存することができず、自らの意思でカーマスリビアの力去り、長い間忘れられた存在となっていた。ベディルの生い立ち、太古の昔、森の一番高いところに神木が根を下ろした。そこへ女神シルビアが降り立ち、双子を生み、太陽の光に似た子ミガネル、月の闇に似た子にベディルという名を与え、育てていたが、ある日神木カーマスリブに自分の意志を刻んで天へと帰っていった。残されたガネルとベディルは神木のカゴの下で生活の基盤を作り、栄えていった。頭角を現したベディル。別れたシルビアの子孫。遥か昔、バルタラ山脈の端のカブア部族が住んでいた山を闇の精霊が襲った。シルビアの子孫には自身を守るほどの力はなく、ただただ女神が残したカーマスリブの力に依存した。ガネルとベディルはカーマスリブから借りた力を使い闇の精霊を浄化したが、絶えず侵食を続ける闇の力を払拭することはできず、より大きな力が必要だと考えた。ベディルはカーマスリブの残った生命を燃やして力を極大化させることを主張した。そして、その破壊的な力で、襲いかかる闇の精霊を一掃した。そうして闇の精霊との戦争は終結したが、その後カーマスリブが深い眠りにつくと皆が悲しんだ。もう何一つ、女神の力が満ちた気も感じることはできなかった。危機を感じたシルビアの子孫たちは一番古いカーマスリブの枝に自然精霊の力を加え、剣に昇華させ、これを精霊剣と名付けて扱い方を学んだ。ガネルとベディルが対立し始めたのもこの頃だった。シルビアの子孫たちは精霊剣の活用と理念から4つに分かれていった。まずはじめに作られたのはカーマスリブの消滅に大きな悲しみを感じた集団、アーチェルだった。彼らは絶対的な原則として法、そして秩序を強く主張した。やがてアーチェルの絶対的な原則から離れ、古からの慣習と進歩が共存するカーマスリブの意思を継承した集団、レンジャーが現れた。そして、レンジャーと同様にカーマスリブの意思を継承したが、自然の力を利用する方法が異なる、ベディルを中心とする集団のダークナイトに分かれた。その後ダークナイトの中でさらに紛争が起こったが、これは完全なベディルの意思を持つ集団で法と秩序から離れ、闇の力を求めたアヒブたちによるものだった。互いを許容することができなかったシルビアの子孫たちは内戦まで起こし、結局アヒブが乾いた地へと逃れ、ようやく平和が訪れた。しかし、ダークナイトが利用する力の源は、アーチェルやレンジャーとは根本的な違いがあった。それは過去にカーマスリブの生命を燃やしたように、自然を消滅させている力だった。そして、この黒い力はカーマスリビアの中で認められず、結局、ダークナイトは紛争を避け、自らカーマスリビアを去った。以降、彼らの行方は知れず、しばらく歴史から忘れられた存在となった。これがダークナイトのストーリーだよ。長かったね。もうダークネスに覚醒したよ。私も思わず気合い入れて説明しちゃったよ。それでは最後にダークネスのショットで締めていきたいと思うよ。やっぱりストーリーでもあったようにレンジャーと似ているね。私美人さん好きだよ。こんな子を街で連れて歩いたらみんな振り向くだろうな。男性にだけわかる優越感だね。それでは今回もここら辺で、ご視聴ありがとうございました。